ではテストオープン。森の中で迷子になったあなた、あまりの空腹に気を失いかけた時食べ物を発見。それは次のうちどれですか？1. 黄色いキノコ、 2. 青い木の実、 3. 食べかけのクッキー。どれだろう。私が選んだのは 3. 食べかけのクッキー。黄色いキノコもちょっと怖いし、青い木の実もなんかあんまり美味しそうじゃないし、食べかけのクッキーならまあ食べかけでも物はクッキーだから食べれるかなっていう。これで何がわかるんでしょうか。何のテストなんだろう。ニューシングルを引っ提げてフィフスライブツアーキュリオシティ開催決定。5月17日金曜日ゼップ名古屋、5月19日日曜日ゼップ大阪ベイサイド、5月26日日曜日東京ドームシティホール。各プレイガイドにてチケット絶賛発売中。じゃあ今回のテストは何のテストだったんでしょうか。じゃじゃん。死が迫った時の行動が分かるテストだそうです。なんか大丈夫かな。森で迷子、しかも空腹という大ピンチの場面で見つけた食べ物はまさに救いの神。それをどんなものとイメージするかで、危機が迫った時に、わっ、かっこ恋人に対して取る行動が明らかに。なんだろう。私が選んだのは3、食べかけのクッキーということで、あ、他力本願。危機に直面しても自分から動こうとはせず、恋人や周囲に依存するばかりかも。当たってるかも。衣装が着れなくなった時とかも、あの、自分でチャックとか頑張ればいいのに、すぐスタイリストさんって呼んじゃうかも。5月8日に神殿の鏡剣のようにリリースします。そしてツアーもやるので、ぜひ遊びに来てください。また来週。